記者会見を始めます、えー。今日はゲストにウクライナでの活動を終えて帰国された医師の門馬修介さんをお招きしました。えー、門マさんは大学病院の救急救命センターに勤務される一方で、災害医療に従事されています。2019年に国境なき医師団に参加され、その年にパレスチナのガザ地区で活動されています。今回は3月21日にウクライナに入り、 東部のドニプロとザポリージャで活動された後4月3日にポーランドに出国し4月17日に,7日に帰国されました、えー、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに始めたウクライナシリーズは、えーまあ、残念ながら戦闘が収まらないまま今日12回目を迎えました、えー 実際にウクライナに入られて現地の様子をご覧になった方はンマさんが初めてです。これから30分ほど動画なども交えてどのような活動をされてきたのかを門馬さんに伺い、続いて皆さんからの質問をお受けいたします。質問は会場とオンラインの双方からお受けします。オンラインからの質問は2つの方法で受け付けます。 ご自分の声で直接質問したい方は、画面下方にある手のマークのボタン、手を上げるを押してください。質疑応答の時間に私は指名します。テキストでの質問は Q&A から受け付けます。ご所属とお名前、質問を記入し送ってください。Q&A からの質問は今から受け付けます。司会は日本記者クラブ専務理事事務局長の江木が担当します。それでは、門馬さん。 お願いいしまますすありがとうございますあの本日はの貴重な場にお呼びいただき、あの本当にありがとうございます。私はあの一番最初に入った日本人の医師だと思いますので、私にできるのは現地の状況を皆さんにお伝えするということがあの共有できればいいなと思って、今日来させていただきました。それではよろししくお願いします すみません、時々立って喋る方が得意だったりするので、あの立って喋るのとお許しください。よろしくお願いします。であのちょっとここであの最初のお話していきたいのが、あのここに国家なき医師団、かっこ MSF って書いてあると思うんですけど、これから私が MSF という言葉を使うと思うんですけど、これはまあフランスであの作られた NGO で、メディスン・サン・フランというフランス語の あの頭文字を取って MSF ということであの省略させていただきますのでよろしくお願いいたします。 えっと、私の簡単に説明あのご紹介なんですけれど、えっと、私は勤務研究医として勤務センターで勤務していましたで。主にヘリ、ドクターヘリ、ドクターカーを使った病院全診療といって、現場に行って早期医療管理というあの治療をする医者で、まあ、DMAT もやっておりまして、まあ、DMAT は当たり前のようにやるんですけど国内の災害に従事しておりました。でそういったえ 能力だとかスキルを生かして国境なき医師団に参加させていただいて2019年にはガザの方で活動させていただいております、えー、早速ですが、えー、お話を始めさせていただいております現場の医療を取り巻く環境ですけれど、えー、ウクライナにおいて、えー、民間人の死者ちょっとごめんなさいさせていただいてよろしいですか 民間地の死者というのが、これ,これまででよろしいいすか。死者というのが2400、約2500人ですね、で負傷者が23000人近くというのが、まあ、これ、オチョアの方で4月にあの言われてますので、まあ、国外対したのが約500万人で、国内で避難している方が700万人いらっしゃるというのが現状です。 でまあ、その支援を要する医療体制としましては、えー、病院というのは戦勝者対応といって、戦争ということに対して、病床を空けていたりだとか、一般の一般診療、慢性疾患だとか、そういった診療を重きとってよりは、メインを戦勝の外周、たくさんの患者さんが運ばていくように対応するように準備をしてあの、ベッドを空けたりだとします。なので、その結果、一般診療というのが比較的手薄になってしまっているというのが現状であります。 でまあ、この取り残される弱者って、僕は弱者っていうのは、よく日本では災害弱者ってことを使ったりするんですけど、まあ、高齢者、障害者、あとは慢性疾患ある方、あとはさんあの妊産婦ですね、であとは子どもですで。こういった方がやっぱり弱者としての取り残さあとは外国の人、外国人ですね。でこれは東部、マリウポリなどと戦闘地域、もしくはマリウポリ以外でも戦闘地域ではあの人道支援が入ることができないということで、あのそういった方がいます。 で医療への攻撃っというのは今報告がある形では164件で。死者が73名、負傷者が50名ほどという,うに報告が受けています。で現状 現在、一番我々が大事かなと思っているのは、メンタルヘルスケアの必要性で、これはかなりの重要度が上がってまして、全土でその不安があって、毎日のようにサイレンが鳴って、それで避難してという形があるので、皆さん、いろんな音だとか、うう状況や音で不安だとか、パニック、もちろん睡眠障害って言って、寝れないとか、それだけでなくて、いろんなことに生活の支障があるので、こういうのは喫緊だろうなと思っています。で あの国境なき師団の緊急対応ってここに書いてありますけどもともと国境なき師団は我々はその医療活動だけでなくて物資提供だとかそういったものを行っていますで1999年からこういった下の地域で HIV だとかそういったあの予防の治療だとかあのこの辺の ドンバス地域だとか、この辺のクリミア半島で2014年からあのメンタルヘルスケアだとか、そういったあの活動をもともとしていたので、我々、地の利がありまして、私が入ったのはこのドニープロというザボリージャットなんですけど、まあ、こうやって真ん中で割ると見ると、あまり東寄りではないんですけど、戦闘地域もこの辺までありますので、そう考えると、ここが最後の拠点ということで、この地域に地の利があって、最初に入った舞台でもありました。で、ここに関して言いますと、あの、 こういった地域にもともと活動していた方が、まあ、ちょっと連絡が取れないとかあのそこから逃げてきたという方が大体たどりつくのも最初にここの町なのでそういうこともありましてあの我々ラッに活動拠点があります。でこういったもともとこういった活動している地域だとかあとは新たにコケナキシタンはその何いくつもチームがありますのでいろんなチームがあの場所を分けてオーデーサだとかキーウの方に入っていたりだとかそういったチームもいくつもあります。で我々の舞台はさっき言ったように このリビューからビニンツィア、そしてドニプロ、この横にあの生命線を持って移動してやっていました。でまあ、ウクライナでの活動のことにちょっとお話しさせていただきます。えー、と国内15カ所、先ほどの話の中なんですけど、15カ所、そして近隣7カ国、まあ、近隣周辺国ですね、ニーズに合わせて診療や心理ケア、そして技術支援、あとは、まあ、一番主になっているのが物資提供ですね、そして最近、あの患者搬送ということを行っております。 で人員の内容なんですけど、海外スタッフ130名の海外スタッフっていうのは、海外から私のようにあの主にヨーロッパのスタッフなんですけれどあの、ヨーロッパから来たスタッフは海外からのスタッフが130名ほど。まあ、うち今は 4名、まあ、これから増えると思うんですけど、私が行ったきは私が唯一でした。そして現地のスタッフの方が今200名ほど雇ってまして、これはもともといた、例えば避難してきた医療従事者だとか、もともと我々の,あの違う場所で、MSF の場所で働いていた方だとか、そういった方を雇ったりだとか、あと私のそばにいた通訳、これからお見せしますけど、通訳の方とか雇って、そういうのをそうまとめて約200名ほどですで。活用者に関しては63億、約5000ユーロ。 そして、まあ、先ほどお話したあの地図のところでお話したように、1990年から HIV や計画のこういった地図、2 0 1 0年以降はあのドネツクだとかクリミア半島の方の社会的な弱者に対する基礎医療、もしくは心理ケアということをやっていました。で、ことしの2月の24日からはあの戦争が始まりまして、緊急援助体制に移行しております。 で活動フォーカスとこ,こに書いてありますけれど MSF は今回、大きな3つの活動をメインにあのご紹介させていただきます。でまずその1なんですけれど、えー、緊急医療物資の提供ですね。もともと1999年から活動してたというのもあるので、小木梨さんは地の理がありまして、えーと、そういった意味で、地元の医療団体だと、もしくは医療組織との,あのネットワークがあったということが大きくあのアドバンテージがありまして。 戦争が始まってすぐにあの、まあ、持っていた物資ですね、そういった物資をすべて提供して、現地の方にあのお渡ししたりとか、そういったあの、例えばマリウポリだとか、我々入れていないんですけれど、初期にはマリウポリだとか、そういうところにいろいろの提供をあのしております。ですけど、今はもう道路の縦断がありましてあのあの、なかなか物流がうまくいかなかったりだとかしております。 まあこの必要な物資を病院、診療所、保健所というのは、一番最初の頃にすあの迅速にできたんですけど、その後もあの継続してやっております。でまあ、それで言いますと、約225万トンをあ、5トン超を輸送しております。で基本的には我々、戦闘地域というところに入りていないのであの、そこはもうコンバータゾーンといって、我々が入れるところではないので、そういう意味では、そこの戦勝外勝っといって、そこで頑張っている方に対して、 ものを提供するで、そしてまた足りないものもしくは必要なものをあのそのニーズに応えて対応していきたいと。それがまだ人的な問題としては大きくないというところで、我々ら物資ということをメインにしております。で、これ、中西部の都市を拠点にというのは、あの先ほど言ったあの一番端っこの、えー、リビウという町からビニンツィアという町で、そこに大きな拠点を作りまして、そこから各病院にあの提供できるように。えー 拠点倉庫の拠点を作っています。これは大きな拠点ですね。で、まあこれ、僕たち医療物資だけではなくて、毛布だとか寝袋、そうした防寒着、もしくは衛生用品なんか、こういった一般的なものも避難民の方に提供してむしろ避難民の方はこういうものの方が必要とされるので、こういったものの提供しております。 でこれ、私も関わっているんですけど、カズホーカスの2位としてましては、まあ、多数の負,傷あの負傷者の対応と、もしくは傷病者の研修ということを我々はやっています。でなぜここで、あの研修ということを、対応と研修ということなのかということをお話しするんですけれど、あのウクライナの医療というのは、えー、皆さんがどう思われてかわからないんですけど、私が、勝手ながら想像した医療よりはかなり高い医療でした。 でこれはまあイメージとして、ウクライナ、ヨーロッパというイメージは僕にはあまりなかったんですけど、ヨーロッパというイメージの中で、医療水準というのは比較的しっかりしていて、あのまあ比較的ヒエラルキーのある社会なので、古い社会であるんですけれど、それなりの医療はしっかり保たれていますで。医者もあのやる気もありますし、特に僕が言った東側というのは、もともとそのドンバス地域だとか、そういった紛争地域があるので、そういうものに対する準備も比較的西側と比べて1000キロの西ですので、 あのだいぶその雰囲気が違いまして、日本でいうと、例えば東京と福岡であれば、福岡、東京で何か起こってきに福岡って、やっぱりちょっと遅れるイメージがあると思うんですけど、それが離れている場所ですのであの、雰囲気は違うんですけれど、一定水準の医療はあります。それは医者の数もそうですし、看護師の数もそうですし、医療物資もそうですね。でまあ、国内の多くの医療従事者というのは残って、自分たちで医療を。 あのやろうとしてます。むしろやらない理由はないって言ってる人は僕の前に多かったです。で、そこで逃げる方っていうのは僕の知る限りはいなかった。まあ、残ってるから言ったんでしょうけど、多くの人は残る。残って、そのこういう理不尽なことに対しては戦うって言ってる方が多かったです。 もちろん自分たちでその活動を維持するということは大事ですし、この活動を我々がサポートするということも大事で、このサポートがないと最終的には病院が成り立たないので、病院が一度壊れてしまうとゼロからまた作り直さなくてはいけないので、国の復活ということに関しては、サポートというのはすごく大事な局面だと我々は判断しています。でまあ、先ほど言った国外からの直接治療介入というのは、 あの戦闘地域以外では不要って書いてあるんですけど戦闘地域に我々入れないのでここがあの医者として私個人の意見としては私は医者ですのでやっぱり直接治療をするっていうのができればいいんですけれどそれは日本でも同様でイメージしていただくと日本では戦争がないのでイメージしづらいと思うんですけど災害地域と同様で、まあ、戦,戦争と災害は全く違うんですけれど。 災害地域に行くと、その場で残っている先生だった方もたくさんいらっしゃいますし、そこにある医療機関というのがあると思うんですよね。でそういった医療機関をサポートしてあげて、その先生たちができるベストを尽くしてあげるのが我々の仕事です。でそこで我々、例えば d マットがそこにいるとそこで入り込んでいってあの、いろんなことをするよりはそこのサポートして、そこでできるベストの治療、もしくはベターの治療をサポートしてあげて、もし疲れてきたら時間が経ってくると疲れてきますので、最初のうちは、あの、 気持ちも上がっていますので、2、3回月は頑張れるんですけど、それからすると疲れてきますので、そういったときにシフトのサポートだとか、もしくはあの手術のサポートだとか、そういうのをするというのが大事になってくると。ですけど、現在時点では直接の治療入っというのはあの周辺の地域ではできていない、戦闘地域には入れていないので、入れている炎上団体はいないので、我々は中立ということは大事にしていますので。あの 基本的にはこういった戦闘地域というのはミリタリーホスピタルって軍の病院が管理しているので、軍の病院に我々は入らないですし、入ることによって右か左かについてしまいますので、そういったことをしないようにするのも大事なポイントだと思います。これは我々の他の n o 団体も同様だと思います。で先ほど言ったその多数消防者ということで、戦闘によって運ばれてくる患者さんというのはあの10人、20人じゃなくて100人、200人と運ばれてくるんだと思うんですよね。でそうういいっったのの準備というのがやっぱりまだ それができていないというのが、我々はそのニーズの見つけるという意味では判断しましたので、ここで我々は介入のポイントだろうと判断しまして、このトレーニングを始めました。でトレーニングするのは、我々わ救命医の仕事で、私は自分の病院ではあの年に3回か4回、こういったトレーニングだとか、トレーニング,のトレーニングをしますし、人が変わると急にもの物ができなくなったりだとか、そういう継続するというのは結構大事なポイントであるんですよね。 でまあ、12都市の医療機関で医科大学だとかで研修もして私はそのザポリージャ医科大学というところにも行きましたけれどそこで研修を行っています。で一部ではそのキーウの方では、初期の頃小児の,あの外傷主義に対しての,あの自治研修も行って、あのそれをすごく特殊な外傷治療といった、そういったもしくは戦傷治療あのというものに対しての研修も行っています。 でこれ3つ目なんですけれど、3つ目は医療、最近、まあ、あの駅だとかも爆撃されているんですけれど列車、医療列車での救急搬送といって、ザポリージャだとか、そういったあのコンバットゾーンにある地域の患者さんの重症な患者さんが安定化させてとていうのは、えっと、命にけん制がなくなった段階で、どん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 、えっと、西の方に運ぶ準備をしています。 でそれは何でかというと、そういった患者さんをどんどん動かしていかないと、現場での病床数が逼迫してしまうのと、医療の,あの物品だとか、そういったニーズが足りなくなってしまうということから、どん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 運ぶ患者さんを治療しています。まあ、ここにに書いてあるように 東部の医療機関の負担を軽減させるため患者さんを安定化させて,って、この安定化させてというのは結構大事なポイントではあるんですけれど、西に移動、搬送します。西というのはさっき言った、えー、と僕はドニプロという地域にいてドニプロからビニンツィア、ビニンツィアから、えー、リビウといって西のポーランドリの方ですね、運びます。まあ、いろんなところと連携して行っております。もちろんこれ連携しないとできないですし、行った先の病院にも。 あのリビウ側の病院だとか、ビデンチア側の病院とかでも、あのしっかり治療してもらわなくてはいけないので、その医療の継続するためには、こういったところとしっかり提携する、で多くはまあこの東部の戦闘負傷者、もしくは要介護者、あとは個人の承認だとか、こういったあのいわゆる弱者と言われているものの方たちがあの中心になっております。 で病棟をあの、僕はこれ直接関わってないと分からないんですけど、病棟設備を備える車両が何所ぐらいなのか分からないんですけど、そこに、えっと、我々の MSS のスタッフと患者さんの家族だとか、付き添人が同行して、えっと、同乗していけるいう、同乗していけるというのが大事例えばヘリなんかで運ぶと、家族が同乗できなかったりすると。 あのその患者さんが意識がなくなったりすると、どういうことが起こっているか分からなくなったりするんですよね。なんでしょに家族も乗れるというのは結構大きなポイントかなと思います。で、これを大量護送できるというのはトラックだとか車ではできないですし、そういう意味で電車を使ったあの搬送というのが大事なポイントだと思います、ね、で、現時点で大体約270人程度を、えー、搬送しているということです。で、ま,あ、また今後、大型な ICU、 高度な設備備で多分集中室だと思いますを備えた列車の配備も進めているということこですただ、いろんな状況が変わってきますので、これがあの爆撃だとかいろんなことが起こると、また状況も変わってくると思うんですけれど、あの <laughs> これがルートで、えー、まずザボリージャからコードニープロを通って、キーウを通って、1000キロの道ですね。であとはクロマトルクからもうあの戦勝者を運んだりしています。でここでちょっとビデオを見ていただきたいなと思うんですけれど、これは、 Hi, this is Dan Schnoor, uh, emergency doctor for Doctors Without Borders. Um, we've left Zaporizhia on Medevac train. We have nine patients on board, plus family members, caretakers. Um, patients all have uh, various traumatic injuries that they sustained either in Mariupol or while trying to leave that area. Right now patients are stable uh, we just completed medical rounds on our patients and developed a care plan for them this is our second day on the train we should arrive in a couple of hours we just finished checking in on all of our patients they slept and they're doing well we're preparing for handover to um, hospitals in lviv ありがとうございますこれはあの、えっと、ザブリージャから9人、えっと、の患者さんをリビューって言って、に西の方の町に搬送したときのビデオになります。すごくよく撮れてるビデオで、よくかっこよく撮れてるなと思いました。で、まあ、しゅでそしてその周辺国の活動っていうのもあのさしてまして、ウクライナだけではなくて、ウクライナの周辺7カ国ですね、えー、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、 モルドバ、そしてベラルーシオにチームを編成して派遣していますで。主にその周辺でやっているというのはあの、ウクライナ国内でけなくても、やはり避難のしてきた方の心のケアがメインになっています。まあ、あとは慢性疾患の診療ですね。でまあ、あとはその医薬品や物資の提供というのは、周辺の避難してきた方が行った病院だとか、もしくは行ったあの 現場の NGO 団体とかそういったところにも、あまり順調ではないですけど、そういったあの必要なところに物資の提供をしていますで。ここが先ほど言ったところで、心理的な応急処置といった、こういったことの研修をしたりだとか、これ結構大事なポイントになってくるんですけれど、やはりその、まあ、僕も見させてもらった後でお話するんですけど、両親を失った子どもだとか、息子もしくは孫を失ったおじいちゃん、おばあちゃん、こういった方がどういう思いでこちらまで逃げてきているのか。 っていうところで、そういったかなりな、まあ普通の心理状況ではないと思うんですよね。で、ここにはやはり専門の診療が必要になってきますのでしています。で、まあこれをここから私の私自身の活動で、これはザポリージャ医科大学のトレーニングセンターとすごく立派なトレーニングセンターです。あの日本のトレーニングセンターのよりも立派なんじゃないかなと思う。で、これは僕の通訳のあの子でこの子はもともとあの幼稚園で英語を教えている先生で、奥さんが8ヶ月で 妊娠8ヶ月なので逃げれないといって、まあ、いわゆる災害弱者というものに入ると思うんですけど、奥さんは8ヶ月ということで、あの電車の移動だとか長時間の移動はちょっとできないということで、奥さんも残っています。すみませんあの、ちょっと笑ってたりするのもあるんですけど、僕のもともと救命医者でなるべくこう深刻な顔をしすぎないように努力しているというのもあって、ちょっとお許しください。まあ、ウクライナ入国の経緯なんですけれど、 派遣要請から出発までは、要請は比較的先にあったんですけど、そこにどう入るかというのに少し時間がかかったりとか、あともともと多くはヨーロッパから派遣されているのが多くて、ヨーロッパからの医者だとか医療従事者が多く派遣されているということで、日本から入るにはそういったいろんな手続きがあったりとか、手順があったりしたり、もしくは安全があるのかとか、そういうのも情報も必要だったので、少し出発まで時間がかかりました。 で入国経路、入国後の移動は、入国するまではイスタンブールに行って、イスタンブールからワルシャワに行って、ワルシャワからジェシューっていってあの、バイデン大統領が入ったアメリカのポーランドにあるあの西側の町で、あじゃあ東側の町であの、アメリカ軍、沖縄アメリカ軍があるんですよね。でそこの空港には全部あのウクライナかロシア側に向けて、あの アイアンドームっていってあのミサイルが向けてありました。入国後の移動に関してはドニプロザポリージャドニプロがメインの拠点だったんですけどドニプロに行くまでは、えー、そこのジェシュという街から、えー、メディカという街に行きまして、まあ、ポーランドのオフィスがあるのでそこで一度泊まりましてそこから、えー、メディカという国境の街を越えて次はウクライナにやって。 歩きで入りまして、約2キロぐらいのところを歩いて入るんですよね。で、まあ、避難民の方もたくさんいらっしゃいますし、反対側には避難民の方、入っていく方には兵士だとかあの医療従事者がいて、僕なんか最初に兵隊かって言われたんですけど、そういう格好によってはやっぱり兵隊の、いかにも兵隊の方もいらっしゃって。で、その現場で MSF のスタッフに迎えてもらって、リビューという街に入って、リビューという街から、えー、ビニンツィアという街に入って、ビニンツィアという街から えー、ドニプロというと町に入りましたで。これは全部陸路で移動です横に1000キロ、えー、東京から福岡ぐらいの距離で、えー、その区間は大体バリケードがたくさんあるんで結構時間がかかるんですよねで。バリケードも東に行けば行くほどだんだんこの高度なバリケードになっていったりだとかあの西ですとこうちょっとこうチャチーなと思うバリケードがあったりするんですけど兵隊の格好もどんどん東に行けば行くほどあの装備が重層になっていってるという印象を受けました。で もう一つ、その僕はその移動に当たって時間がかかるので、リビューという街と、えー、ビニンツィアという町で、えっで、と、途中途中ステイしているんですけど、まあ、皆さんもご存知だと思うんです最近今アプリがありまして、アプリでアラームが鳴るアプリがウクライナ人みんな持っているんですけど、我々もそれを携帯に入れていて、あのそのアラームって何かというと空襲のアラームなんですよね。ロシア側から飛行機が出たりとか、爆撃の,あの戦闘機、もしくはそういった飛行物体が出てくると、 あのこの地域危ないですよっていうアラームがなるんですよねで。そういったアラームであの我々は最初はこう地下に避難してるんですよねで。それが例えば6時間、7時間も解除されないと仕事はできなくなってしまうので途中からそういうものを解除したんですけど我々だけです、逃げてるのは。現地の人は普通に買い物もして普通に散歩もしてます。まあ、サイレンが鳴ってそれで、あのー 直接爆撃されるっていうのも確率も少ないからなんでしょうけどあのそういうところから我々ドニープロに入ったドニープロに関しては避難はせずになったときに準備をしてましたただここはまあ私個人のあれなんですけれどサイレンが鳴るので私他の報道では安全だってお話をしたんですけどここにはちょっと言葉の語弊があるなと思ったんですけど安全というよりはあの私は服を着て寝ます普段は服着て寝ないんですけど服を着て寝て靴下も履いていました でいつでも逃げれるように頭のもとに、まあ、靴を置いて、であとは、まあ、防弾チョッキが必要かどうかは別なんですけど、防弾チョッキだとかヘルメットは頭のそばに置いて、そして僕はそのいつも持っているあの国境の騎士団のバッグにコンピューターと水とあの向こうで長期間保存できる黒パンというのを入れておいて、もしそれで避難したりだとか何かというのをそういった避難靴を常に頭のもとに置いて、これをみんなやっていったと思います。でこれから見てていただく人によっては靴が あの脱げなかった方もいるというような状況で。まあ、で業務現地での業務というのは向こうにつきましてから、ザポリージャという町とニプロという町でこのマスカジェージプランティって、本当はさっき言ったように治療ができるかどうかというのは一つのポイントになってくると思うんですけど、イメージでは、まあ、テントの下で手術したりだとか、もうすぐにその、いわゆるコンバットゾーンと戦争が起こっているところで治療しているというイメージをお持ちかもしれないんですけれど、我々は ともちろんそういったこともしますけれど、今回はロシア側が、えー、に対応がなかなかその交渉ができないということで、ロシア側のそういった地域に入れない、コンバットゾーンに入れないということで、今度はじゃあどういった治療をしていこうかというその探したときに、えー、現地の病院にいろいろ相談するんですで。現地の病院に聞き取りをして、現地の病院は、としてはまだこういった準備をしている、もしくはベッドをこういったふうに開けているというのを聞くと、医者の数だとか医療の。 あの物資もしくは看護師さんの数とかそういったものも比較的準備ができているんですよね。で、特に東側は先ほど言ったように前から紛争があるので、そういった紛争に関して準備が整える環境は整ってたんだと思うんですけど、そうすると今度は我々は直接手を下すのではなくて、今度はトレーニングを仕上げて、もしいざとなってきたときのために、そういったトレーニング、たくさんの数、100人、200人にたときに、 どの方が重症でどの人が軽症か、声の大きい人が先になってしまうので、そうならないように、そういったする取り味ってりれは日本でも行うんですけど、こういった取り合い方法というのは、たくさん世界中いろんな方法があるんですけれども、取り合い方法をあのメジャーなものを共有,あの共有して、そして病院の中でどういう動線で移動したりだとか、あ,のあとは宗教上苦労、苦労っていってあの死んだ、亡くなった方、もしくは亡くなりそうだと、もう治療がこれ以上の治療が施せないという意味。 あの見た方に対してどういうふうに管理していくのかとかそういったことをあの含めて研修を行いました。で、もう一つは、ここはあの我々の診療における業務における3つの大きな柱なんですけど、一つはこのマスカジュアリティプランといってあの、こういったトレーニングですね、そして移動診療と言い,いまして、避難民の方が、えー、いるところにモバイルクリニックといって、そこに移動して我々が治療、もしくはあのそういった診療をしていくというところです。で、3つ目が、 アンダーグランドホスピタル、地下に病院を作って、々 u f o プって呼んったんですけど、アンダーグランドホスピタルの設置準備ですね。これは何でかというと、もしロシア側が一気に拘束してくると、一番最初にみんながたどり着くのはドニプロなんです。でドニプロが、もしくはザボリージャなんです。で、そこがもし破壊されたときに地下で手術ができるようにするための地下施設の、この後写真をお見せしますけど、準備をしてました。で、これはもうザボリージャ医科大学で、 あの先ほどのマスカジュアリティのトレーニングをしているところなんですけど、まあ、これ、僕が話して英語で話した後通訳をしていただいて、あの皆さんに伝えるという話ですね。でこれはさっき言ったようにこう、300人とか、まあ、にな,ないと思うんですけど、100人、200人が運ばれてたときに、どう重症な方、もしくは救えそうな人を救ってあげるか。 もしくはあの救,えるべき救うべき命というのがあると思うんですけど、これがと命の選択という言葉が使われてしまうので、ちょっとそこは難しい点だとは思うんですけど必要なあの治療がどう施せるかというのは大事なポイントであると思うのであの、そのトレーニングをしています。で、これはその外でやったトレーニングなんですけど、これ皆さん医科大学の教授陣なんですよね、こう見て。 で、教授陣が外でやって、この時は2人ぐらいあのトレーニングに慣れてないので、死人が残ったまま、死人というか、重症者が外に残ったままで、その反省をしているところではあるんですよね。なんで2人残ったのか。でも、これはすごくいい点で、なんでかということを話し合うことで、どん,どん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 ブラッシュアップしていって、こういう方が最終的にトレーナーとなってもらえれば、この方の能力が下に伝わっていくので、強いチームになっていくと判断して我々やっています。 日本のためにと言ってあの逆に日本を応援してくれたりだとか言ってくれたりだとかあの、まあ、先は後でも言うんですけどこの辺の方でも日本の北方領土向こうでは、えっと、クリリ諸島のことをしてたりしてて日本の北方領土は大丈夫かとかもしくは人によってはこれで北方領土手に入ったなっていうんです。それ何でかっていうとう多分ロシアが滅んだ後 戻してそれが日本にもらえるだろうということが言って、そういう、まあ、比較的知識レベルもかなり高いんですよね。逆に日本がウクライナのことを知っているかというと、逆にそういう人は少ないとは思うんですけど、まああの、そういうことがありました。で、これはドニプロで先ほど言ったモバイルクリニックといって、あの診療を移動診療をしたときの,の話で、このときは避難している方が。 あの避難所がありまして、ここは特に変わった避難所で、動物だとか、そういった自分が、あのやっぱり犬、まあ、犬も弱者だと思うんですけど、そういったベッドを飼っている方が避難している方が多い避難所で、あまり支援の手があまり入っていなかったんですよね。で,このでも多くの方は軽症です、軽症というか慢性疾患など、あった心理的な問題です。 でこの方はこの足に海洋があって、指がこうぶつかって海洋ができてしまったんですけど、普通が多分日本では考えられないと思うんですけど、この方、マウリウポリから来てて、マリウポリからあの逃げてきたんです。で、マウリウポリから逃げてくるときにあの、前に7日間ぐらいあの地下シェルターでずっと隠れてたんです。で、靴が脱げれなかったってうんです。多分これ、イメージつかないと思うんですけど、僕も最初にイメージつかないかったんですよね。 7日間、靴が脱ぎれない。いつでも脱ぎれる準備している。もしかはる着の身着のままでいないと怖いという状況があって履いてて、そこに海洋ができてしまうような状況で、まあ、あのこっちに来て靴が普通のサンダルが履けるようになったので、良くなってきたということをしさせます。大、ま、体、あ、いいここでは約9人しか患者さん見ていないんですけど、小さい子は5歳から上は80歳ぐらいのおばあちゃんまでいましたけど、でこの方は通訳の方で、あのこの方は通訳で、 もともとも英語の先生でその通訳をしてくれてるんですけどこういう診療をすることに準備ができてなかった心の。でそれは、まあ、これの専門ではないですよ通訳でもないですからそうするとこういうショックを受けてしまうんですよね。でもショックを受けたっていうのは何でかっていうといろいろ考えるとやっぱり戦争っていうのがこの扉一枚こちら側にあってもうすぐ横にあるそれぐらい心理状況が不安定で彼女彼らは そういったギリギリの中でやっているので、何か一つのことで、やはり急にこの子も泣き出してしまったんですけど、やっぱり準備ができていなかった。でそ準備ができてないというよりは、そういう心理状況があるんだなというのは、そして、まあ、あのその時はいろいろお話しして、あのまたちょっと今度はちゃんと準備を立ててやっていこうって、まあ準備をするかしないか、この子次第だとは思うんですけど、こういったこともあるので、そういった紛争地域というのは、いろんなこうローカルのチーム、地域のスタッフのメディカルケアっていうのも大事で。 現地の人だけなくて、老化のメディカル系というのはすごく大事だなって思ったシーンでもあります。で、これ、おばあちゃん、熱症を受けたおばあちゃんなんですけど、あのこれも軽症なんですけど、あとまあ、これも裏話が実はありまして、僕はこう、患者さんと話すときに、あまり僕の治療を押さないんです。俺のこういうふうにしろよとは言わないんです。まあ、これは、まああの、そういうふうに努力はしているし、そういうつもりはないので、そうすると、 ウクライナの高齢者の方はもっと押さないと嫌だって言うんです。それを教えてくれたのはあの通訳の方なんです。通訳の方がこのおばあちゃんにもっとはっきり言って、もっとこうしろって言えって言うんですけど、僕はそれはこうしろっていうのはちょっとなんか命令苦笑で嫌だったんでしなかったんですけど、だからまあ日本でもありますよね。高齢者の方はやっぱりその医者からこれしろって言われた方がいいって。 どっちにしますって言われると、それはお前決めることだろうっていう方もいたりするので、まあ、同じような日本人だろうと、ウクライナだろうと同じようなことがあるっていうのが、この現場では,あのやはり知れている、なので、ちょっと不満そうではあったんです、僕の死ぬの、まあこれは洗えって言って、洗うだけでいいよったんですけど、軟膏とかいろんなものつけてほしいっていうのが希望でした。で、これは最後の3つ目のところなんですけど、これは。 地下診療所を設置するための、まあ、ここで手術室を2つぐらい作るっていうための地下の施設なんですけど、まあ、見ていただいたように、手術室を作るというのは結構大変で、まずこういった水、水回りを何とかしなきゃいけない、そして地下なので、あの換気を何とかしなきゃいけないんですよ、ね。で例えば、手術して麻酔かけるじゃないですか、麻酔のガスを排出するところを使わないと、麻酔のガスがこの中に出てしまうと、みんな麻酔にかかってしまうので、そういったことも意識したりして、まあ、そこにはあの、 そういったベンチレーションのプロフェッショナルも MSF にはいるので、こういったハイドレーションって水の,あのプロだとか、そういったものもいますので、まあ、国境なし医者の,その強さはそこで、医者以上にそういった各いろんな部門のスペシャリストがいて、あの僕が行ったところの地域では、医療スタッフっていうのが、現地スタッフは20人ほど、僕たち海外からのスタッフは10人程度なんですけれど、医者は2人だけです。僕が行った時は看護師もいなかったです。 でむしろ医療以外の,その搬送の準備をする路地だとか倉庫の準備をする方あとはコミュニケーターといって,言ってあの現場の医療スタッフとのコミュニケーションを取るかとかそういったいろんなあの交渉をするかとかそういう方がたくさんいて僕たちの医療が初めて成り立つんですよねで,でそこは小池泰さんの強さであのこういったものもあの手術室を作るにあたっていろいろ準備をしている。 まあこれ最終的にドザボリージャでも同じようなこういったところを見てそれを選定しているところにありましたでその時点ではまだ戦況が比較的僕はちょっと落ち着いてしまって、まあ、あのしまった今とは全く違う状況でなのでここの必要性があるのかないのかっていう議論も少し出てましたなんで,でかというとその時にはもうマウリーポリだとか 近隣の病院をもう少し支援した方がいいんじゃないかとかそういう論だなんですけどやっぱ選挙というのはどんどん変わってきますのでその時に合わせたあのあの対応していくのが大事かなと思ってます。で、まあ、ちょっとここをあの最後になるスライドになるんですけれどあの国境な決断としては、まあ、全ての民間人はいつでもいかなる場所においても 安全と、まあ、医療へのアクセスを確保されるべきっていうコンセプトを大事にしちゃってます。まあ、これは日本でも同様ですよね。医療と教育と雇用というのは大事な三本社の一つですから。その一つを大事にしていきたい。で、それに対して。まあ、言葉を少し砕いていくと、国際人道法を遵守して。民間人、医療施設、そして、じゅ、医療従事者を攻撃しない。 そして、マリウポリなどの戦闘地域での人道援助のスペースの確保。これは結構大事なポイントだと思います。これが確保されないので、我々はそこに入れない。そして、戦闘地域の住民の避難。そして、残留。もしくは、残りたい。逃げたい地と逃げればいいです。残りたい地と残ればいいです。これはいろんな意見があると思うんですけど、残る人もいると思います。ですので、残る人の位置の決定の尊重と、そして、その残る人の支援、そして移動する人の支援。 どちらも必要だということを我々はこの選挙中当事者たちに常に要求していきたいなと思っていますし、これを掲げております。これは最後のスライドになりますけれど、えー、貴重な機会をいただきまして、えー、ありがとうございました。モンマさん、ありがとうございました。では、質問を受けします。 質問の受け付け方をもう一度案内します。会場で質問のある方は挙手をお願いします。私が指名しますので、お近くのマイク2本ありますが、どちらかにでお名前とご所属をおっしゃってから質問してください。ご質問に際しては、感染拡大防止対策のため、マスクは外さず、マイクにもお触れにならないようお願いします。 オンラインで参加されている方で、直接質問したい方は、ズームの画面の下の方にある手のマークのボタン、手を上げるを押してください。私が指名しますので、ミュートを解除し、えー、ご質問ください。テキストでのご質問は、同じくズームの画面下方にある Q&A にお名前とご所属を添えて、質問を書き込んで送ってください。私が代読します。では、まず会場から。では、どうぞ。 日の和田とと申しししままますすすよろしくお願いい今日はありがとうございます、えー、と2点ほど教えていただきたいんですが、1つはですね、あの医療施設に対する攻撃なんですけれども、まあ、マリウポリなどでは産科病院が攻撃されて、あの亡くなられた方も出たというような報道がございます。で他にもいろいろ事例が伝えられておりますが、先生、現地に行かれてですね、その体感として、 えー、ロシア側、まあ、ウクライナ側がやる手がはないと思うんですが、ロシア側が意図的に医療機関、医療従事者、そういったものを狙っているというようなお話なり、体感なりというものがあったのかどうかというのは1点、もう一つは使用されている、あるいは使用される可能性のある兵器についてなんですが、一つは化学兵器です、これも、うんまあえー、ちょっとよくわからないけれども、使われたとか使われないという話が出ました、それからいずれ核が使われるのではないかという懸念もあります。 でこういったものの、うん、使用例の情報とか、あるいは現地の医療機関が実際にそういったものが使われた場合にです、ね、体制として準備ができているのかどうかというのは一つ、それから非人道的な兵器ということでいえば、クラスター爆弾とか、プレチェット弾とか、えー、そあるいは対人地雷ですとか、そういったものの使用例も出ているようですが。 これに対する対応というのは現地の方でどうなのでしょうかとい,う、まあ、いろいろ伺ってすみませんが。がよろしくお願いいたしますあの。貴重なご質問ありがとうございます。すみません。しまった座ったままであの申し訳ないんですけれど、あのすごくあの大事なご質問いただいて、本当にありがとうございます。まず、その産科病院があの爆撃されたというのは、私も非常にショッキングで、産婦人あの妊婦さんが亡くなったとっいうのは、かなりショッキングな画像ではあったんですけれど。あの 私自身が直接はそこに関わっていないので、これは聞いた話でしかないんですけれど、マリウポリから逃げてきた人たちが、その病院に逃げる兵士もいるっていうんですよね。で、その病院を狙っているっていうことを言っている方もいらっしゃいました。で、これちょっと話がずれるんですけど、人道回廊って言って、今、がれてますけど、その人道回廊も全部ロシアに逃げる方向にこう流れていくように作っているっていう話もあるんですよね。 であの私が話した方は、そのマリポリからドニザブリージャーまで、ドニプロか、逃げてくるのに、まあ、車で2時間、3時間で着くんですけれど、普通に行けば、それが実際30時間かかったといって、まあ、その理由は、すべてにあのキーとなる道路にはロシアの兵隊がいて、迂回させられて、最終的に迂回した先がロシアになるというようなこともあったりして、まあ、そういうことが行われていて、病院もあの狙われているという話は聞いておりました。 でその中の本当の実際の話は正直私はそこに入れていないのであの申し訳ないんですけれど分からないです他の NGO 団体も入れていないので多分そこは分かる人はいないのかなと思います。で2つ目のご質問でその、まあ、クラスサ団とかそういうのを使ったであろうという報告は国境なき師団の他の,あの部隊から受けていますけどそれはオデッサの方の医療活動をしている時にあのそういったことがあったという。 それを疑わせるものがあったという話でしかないんですよね。で、これは私個人の印象で、もしくは感想でしかないんですけれど、あの生物学的兵器、科学的兵器、もしくは放射線のそういった兵器に関しては、えー、もし起きたときにその準備は僕は全くできてないんだろうなと思います。で、これは日本でも同様に、例えばそういったバイオテロ、ケミカルテロ、あとはそういった放射線の アディレーションのそういったテロに対しても、なかなか準備するというのは結構難しくてあの、そういった専門装具もいりますし、専門の,あの防護服もいりますのであの、まあ、福島の時がいいように、そういったことに簡単に対応できるかというと、あの難しいと思います。で、その準備ができているかというと、国境なき医も準備はできていないと思いますし、すべて,てできていないのかなと思うので、もうそういうのがあったときは、 危ない状況であるなとは思います。ただ、今後そういうのがあるのであれば、そういう対応もしていかなくてはいけないですし、それ早急にしていかなくてはいけないのかなとは思っております。はい。他に。時事通信の,あの松尾と申します。あの 私からお聞きしたいのはちょっともう少しあの先生個人の感想なんですけれどもあの、えっと、3月の下旬から4月の初めまでいらっしゃって一番きつかったっていうのはどういったことだったでしょうかそれからあのそういった経験をされて今またこれからあの次々とあの日本からも あのお医者さんも看護師さんも、それからあの現場を切り開くためにはロジスティックっていうんですかねその、えー、安全な場所を確保したり、逃げ道を確保したりっていうことでもたくさん日本人は入ると思うんですけれども、何を気をつけたらいいかっていう、まあ、アドバイス、注意点あの、教えていただけますでしょうか。ありがとううございいいます、えっと、現時時点でで、えっとまあ、こっった時に行くくのを、まあ、危険並みでして 常に言われれるんですけれどあの国境なき医師団というのは安全を確保することにいろんな労力を使っているそれはお金だとか人の問題いろんなとこにあのそういったことをしていると思うのでそういうのを確保されているというのを信じて僕は言っていますで一番きつかったっていうのは本当に生活でのことなのでちょっと笑ってしまうんですけどその まあ例えばトイレットペーパーが使えないとかそういったことになってしまうんですけど医療的な問題としてはやはり僕個人が中で解決すべきことなのでこれはこの場で言うべきことかどうかちょっと悩むんですけれどやはり私は医者ですし救命医で手術もする医者なので患者さんに治療して患者さんにできることはしたいなとは思うんですけどそういう直接の場に入るというタイムではなかったというのは あの自分の中でこう答えを見つけていってそしてあのこれはでも日本でも起こるんですよね日本の災害時でも、えっと、僕のやりたいことが現地で求められていることかっていうのは全く違いますのでそういう一人お害なことはするもう年齢でもないので、えっと、経験からそれをいかに解決するかっていうのはいつもやっぱり自分の中で自問自答しながらあの直接できなくてもトレーニングでかちょあの間接的にいき お役に立てること、そういったことを、と、あのー、いうのは、一つ、まあ、苦しんだというよりは、自分の中でこうなんていうのか何度も繰り返し通ってあの解決したことではあります。やっぱりそのやりたいことより必要なこと、必要とされることをするというのは、こういった人道支援だとか、サポートということは僕は大事だと思うので、ヘルプということではなくて、僕はサポートだと思っていますので、現場の医療、もしくは現場の あの国が復活するためのお役に立てるための努力をするっていうことが大事なポイントかなと思っています。で今後行く方にとって大事なのは僕は情報だと思うんですよね。で僕は帰ってきて2日も経って日本に帰ってきてウクライナってこんな怖いとこなんだなって日本のニュースでは思ってしまったんですけれどやはりそのどうしてもはあの派手な爆撃とか爆破されたようなところが映されるので。 あの何が必要とされてて何があの求められているのかそういったところをのと私のこういった声も含めて伝えられればいいかなと思っていますのであの安全だとかそういった我々にできないものというのとできるものというのがあると思うんですよねで,できないものはもちろんできないですのでですけど安全に関しては国境なき医が精一杯の努力をしていますし あの我々にとってできるというのは情報収集なんではないかなって思います。どうも、今日はありがとうございます。ますえー、私は朝日新聞社の OB で竹内と申します。今あすあの、国際開発ジャーナルというあの国際教育の専門誌であのウクライナの危機のあ連載などしております。えー、っと えー、一つはコロナあの、まあ、多分コロナどころじゃないわというようなぐらいの大変な状況だったと思いますが、もしご存じなら教えてくださいあの、えっと、コロナ、特にワクチンに関してですね、あのウクライナは、えっと、ロシアのスプートニックでしたっけあの、ワクチンは断って、まあ、それで、 アメリカ製入れようとしたけれども、その当時は、えー、トランプ政権だった時には、まあ、トランプが締め付けてですね、入らなくて、まあ、結局中国製を入れてたとかいう,う、そんな話を聞いておりますけども、コロナ関係で、えーまあ、どのように、まあ、いろんな影を落としていたかと思うんですが、まあ、そういうワクチンなど、えー、ちょっとお,お話など教えてほしいです。でもう一点は、えーっと ウクライナにおいてはです、ねまあ、過去お、まあえー、社会主義権だっただけに医療に関しても近代化の努力をものすごくしてきてです、ね、それで G7 が相当お金をつぎ込んで、それで、あのーえーえー、と設備の更新などしてきたそうなんですが、まあ、それで、あのー、非常にレベル高いと言われていましたが、あのー、過去にはものすごく古い、もっと西側の人見たことないような施設。あのー 設備までですね医療設備まであったという,ような話を聞くんですが、まあ、何かその,あの、えー、非常に古びたものをご覧になったかどうかですね。それであともう一点、これから復興の中で日本の協力、医療協力ですね、どんなものであるべきかというようなことをお考えあれば教えてください。あありがととうございますあのとてもあの 私も勉強させていただくことなんですけれど、まずそのワクチンに関して言うと、ワクチンの接種率はかなり低いですし、ワクチンをしていないだけではないですし、あのもうヨーロッパは皆さん行かれた方があると思うんですけど、ヨーロッパはも誰もマスクしてないんですよね。で、コロナになっても移動は自由なんです。 これも日本では考えられないと思うんですけど、日本に入国するにあたっては PCR の検査が必要なんですけども、向こうは PCR の検査すらしないですし、PCR の検査の場所を探すのですが苦労するんですよね。で、まあ、コロナというものに対してあの認識がもうちょっと変わっ完全に変わってしまってて、まあ、一つの風邪であって、風邪みたいな病気で、これは他の医療にも通じるんですけど、日本人というのは例えば100人中3人がな カロナになっってしまったその3人に対してどう手を打とうかということを考えますけれど、よっぽの人は残りの97人がそこで服をこむっていいのかという発想が大きくあると思うんですよ。これアメリカもしかりだと思うんですよね。で、まあ逆に言うと日本の良さはそこの3人をどう頑張って救おうかということはこれは我々がやるエコモに関しても同様なんですけれど、あのそんな高齢者にあるのかとか、その人に適用があるのかということは海外では散々言われるんですよね。で、まあ、保険の問題もありますし、お金もかかるので、やはりそういった意味でも、 たくさんんあるんですけどそういうベースにあることがあって、向こうではコロナに関しては、かなりその多分治療薬なんか入らないんじゃないのかなと思うんですよね。で、これはポーランドの人から聞いた話ではあるんですけれど、あのポーランドの中でもコロナのワクチンに対しての信用度が低いらしいんです。でそれは先ほど言われたように、あのロシアの。 ワクチンを入れるのではなくて中国のものが入ってたりしているのでそういう信頼度の低さがあったりだとかあとはその欧米のもののアストラゼネカだとかファイザーのものが入らないということでやはりワクチンの接種率がやっぱり低いっていうのもあるっていうのは聞きましたただこれは僕は直接聞いた通訳の方が聞いた話なので絶対かどうかは言えないんですけれどあのやはりみんなコロナにはなって で、これコケラッキー医師団の中でもやはりヨーロッパが来たのは去年コロナになったとか年コロナになったという人はいっぱいいました。日本の中ではそういった話って多分まだないと思うんですけど、あの向こうのスタッフではそういった方がたくさんいました。で、次にそのウクライナに関して、多分いろんな G7 がお金がたくさん入ったというのは僕は知らなかったんですけど、ただ近代化を進めようとはしてるんですけど、どうしてもやはりまだ東側のいわゆるソビエトの時代の建物がたくさん残っています。 で途中にロータリーの真ん中に戦車が置いてあったりとか、あ多分その上に昔は星のマークがあったんでしょうけど、そういったいかにもな風景というのはありましたし、あとは、まあ、いわゆる集団住宅というのがその典型例だとは思うんですけど、そういったものが東いわゆる東側のイメージを持つものはあります。ただ、人々の発想というのはやはりヨーロッパ入りになってまして、あのその辺は自由を求めて、民主主義を求めているというのは印象はありましたね。 であの復興に関して僕たちができることっていうのは正直僕自身もずっと考えてはいるんです。僕もそのよく帰ってきて達成感ありますかって言われるんです。僕はその行くにあたっても何も気持ちはないですし帰ってくるにあたっても正直気持ちは持たないようにしててこれは日本での災害でもそうなんですけれど帰僕は帰ってきているのは平和なところに帰っていくるんですよね。ですけど向こうではまだこういった状況が続いているのでそれに対するやっぱり罪悪感じゃないですけどそういったものは僕は常にどっかでも持ってて。 引き続き続支援が何かできないかなと思ったりすると、やはり今できるのは僕はそのお金をあのしたりだとか、あとはし知るということは大事なことなのかなと思って、こういった公の,の場に皆さんのお力を借りて出させていただいているんですけど、行ったことでそれをあの僕は医者ですので、こういったことを本当はする立場ではないとかもしれないんですけど、こういった行ったところで現場をお伝えすることで、そういったことが少しでも伝えればいいかなと思って、こうさせていただいているので、 情報があの爆撃だけされているとかすべてではなくて皆さんが国を復興させるため復活するために生活を保とうとしてあの例えばお店を開けたりだとかそういった、まあ、犬がいたり犬の散歩をしたりだとか普通のこと普通の当たり前のことをしようと努力しているという姿はあの受けていたので。 そこに対する試験として、やはりそういったこともあって、そういった人に対しては支援ができるという意味では、やっぱり情報を知るということとお金なのかなって思ってしまいます。ただ、医者としてはこれ別の話になるんですけど、彼らがもし例えば日本に留学したいとか、これは他の地域で僕は思うんですけど、留学したいと思っときに、日本がそういったものが、例えばヨーロッパに行くにはそういった バックアップするシステムはすごくあるんですよね。寄付金だとか、含めたいとか、そういったものが日本もあれば、外国の人が来て、国に戻った時日本がいい国だったとっいうふうに言ってもらえると思いますし、それは日本のためにもいいことだと思いますし、彼らにとっては日本でその医療を学べたということがいいことになるので、そういったものが医療業界にもあるといいなというのは僕はずっと思っています。ありがとうございました。 貴重なお話ありがととうございまましした TBS テレビの池田と申します2つお伺いしたいことがあって、まずあの戦争からまあ避難してきたという方もう見られたということで、まだまだ今、戦争というのは紛争が続いていて、あハ,リハ,リキハルキューの駅だったりでまあ外に出られない避難した方というのがまだまだたくさんいらっしゃるというところで、実際にもまあ先生、まああのお医者さんとしてまあどういうケアが一番大事というふうに 考えられてますかあ,の避難された方にあと2つ目がその、ちょっとさっきご紹介があった医療列車の取り組みについてなんですけど、門馬先生はあの携われてはないってことだったんですが、まあ、この医療列車っていうので、まあ、どういうケアっていうか、どういう観察だったりが重要になってくるのか、教えていただきたいです。お願いしますありがとうございます。あのまず、その、避難された方に一番大事なのは、やはりその環境を作るということと、 あの暮らせれる環境を作るということとあとはメンタルサポートだと思います。で僕はそのさっき言った避難所の方も例えばお父さんお母さんを本当に殺されて逃げてきた男の子がいたりだとか自分の妹を、まあ、グーで殴ったりとかすごい罵せを浴びせたりすごくアグレッシブになってくる兄弟がいたりとかこれも全部そのメンタルからくる問題だと思うんですよね。でそれは戦争という これは戦個人的な意見でこの言葉を使っているのか分からないんです戦争なのか、僕は侵略なのか、僕には分からないんですけれど、僕は感謝の中では、彼らが被害を受けて、何も、今まで普通に生活してきた人たちが被害を受けて、その彼ら、彼女らが苦しい思いをしている。それはまあ心の問題もありますし、体の問題も、体の問題は僕たちが治療できるんです。心の問題というのはやはり専門家、 まあ、あの診療療法士だとか、まあ、精神科先生に託さざるを得ないというところで、そこはもう長いサポートが必要になってくると思うんですよね。むしろ彼らのコロンケアが治るかどうかも正直分からないですしで、そういったものが特に必要なのかなと思います。あとは安定した場所を与えてあげるというのは大事で、先ほどあの避難所もお見せしたと思うんですけど、あそこはペットを飼っている方が多かったので、それ以上逃げれなかったんですよね。電車も乗れないですし。 あの移動もできないでこれは僕個人の印象なんですけど、僕はウクライナからポーランドに行っているので、ポーランドが逃げている車って比較的なんか高級車が多い、ウクライナナンバーが多いので、まあ、お金がある人だとか、いわゆるそういう逃げれる人はポーランドとかに逃げているんだと思うんですよね。で西側にの逃げられた人もやはり何かしらの,あの、まあ、利点があって逃げれたんだとは思うんですけど、逃げれない人というのはやはりお金がなかったりとか、 あとはその子どもをたくさん帰ってて乗り切れなかったりだとか、動けないおじいちゃん、おばあちゃんを帰ったりだとか、そういう弱者がメインになっていますので、そういった方っていうのが、あの、に対して、どう安定した場所を与えられるかっていうのは大事なポイントかなと思います。で、さっきのニプロも、地元の NGO の団体が古い、あそこはあのもともと美術館、潰されてかけた美術館をきれいに直して、これからあの避難できる場所にしようとしているのと、あと近隣の空き家を に住,ま、住んでもらってそこを最終的なもうこれ以上逃げれないのであの避難所としてあの使っていただいてそこを定住の地としてもらおうとしている試みもありました。で医療列車に関してなんですけどあまり僕も多くは語れないんですけどあの、まあ、これは僕の経験でしかないんですけど 患者さんを安定化するという言葉を僕は救命医としてよく使うんですけど、患者さんが、えっとまあ、僕はヘリとかドクター感なるのであの、命の危険がある方はどんどん移動しながら治療して運ぶんですけど、基本的にそれはあまりしないんです。どっちかっていうと、安定した状況、なんでかっていうと、移動の中で急変ということを起こすというのは、 病院で起こるより、やはりマンパワーも足りないですし、物も足りないですし、緊急手術もできないので、そういったことをしないための最大限の努力をして、やっと運ぼうとなるんですね。特にあの電車なんてあの、かなりの時間かって西側に行きますので、あのその時間の中を安定できるという担保を得て移動していかないと、あの場で亡くなる方が出てしまうというのは避けなくてはいけないので、そういう意味では、あの 安定化という言葉がちょっと伝えづらいかもしれないです。患者さんが命に危険性がない状況という担保を得て初めて移動しています。で、その改心をしていたと思うんですけど、それは多分患者さんが僕はバイタルサインといって,言って血圧だとか脈拍だとか呼吸だとかそういったものを見ながらその患者さん大丈夫かなって見るんですけど、そういうのを見た改心をしているんじゃないのかなっていうのは想像がつきます。で最終的には ICU というのもあの手術治療室を列車に運ぶ。 作ると思うんですけど、その手術治療室を作るにあたっても、あのもう今にも亡くなりそうな方をそこに入れないと思います。あの、あんあ、中の中でも安定した人を運ぶっていう形にすると思います。なので、と命のに危険性が少ない人をあそこに乗せて、さらに治療が必要であろうことは、緊急性が低いことを見越して向こうに運ぶっていうのが目標になっているのかなと思います。 緊急性が高い治療に関しては、やはりまだもっと近隣の病院でやっていくのかなと思います。で、そのニーズが足りなくなれば、我々がそこにサポートに入るというのが、我々にもそのトラウマ、外傷のスペシャリストもいますし、その私が必要だば私がそういった治療をしますっていう話もしたことは向こうにありますので、そういったところが今後の展開になるのかなと思います。ですから現在は安定化した人、安全な移動ができる人を、移動に耐える人を、 あの運んでいいる状況だと思いますただそれが減るだけでもベッド数が空きますし、あの患者さんを見るのはあの負担が減りますので、これから増えるだろうというその隙間を作っていくというのは結構大事なポイントなのかなと思います。ありがとうございます。え,えっと、そろそろ時間ですが、他に、じゃあ今手が上がっている方でお会いしたいと思います。 あの今日はどうも貴重なお話をありがとうございました。えっと、共同通信の郡司と申します。あのえっと、これ、直接先生の業務とあの関係があるかということはちょっとわからないんですが、あの先生が行かれたザポリージャという町、えー、確かあの原発が置かれているところだったと思うんですよね。で、実際にあの戦闘があって、火災も発生していて、けが人もいて。 そういうあの方々との接触はあったんでしょうかあるいはその原発を今あのロシア軍が制圧しているということについて現地の受け止め方は不安みたいなもの、そうしたものは何かお聞きになったかどうか。で、もし可能であれば、今ロシア軍ってどんな感じであの辺りにいるのかっていう、そういうところもちょっともしわかればお聞かせください。ありがとうございます。あのまず最後の 質問のところなんですけど、僕はロシア人の影は見れなかったです。それはこれ結構大事なポイントで、その国内喫茶なんて本当になんか最前線に行って、そこで治療するっていうイメージがあるんですけど、もちろんそういう時もあるんですけど、それはさっき最後にお伝えしたように、やっぱその医療スペースが確保されているかどうかっていうのは大事な点ではあると思うんですよね。なので、僕はその今回、相手がロシア側ということもあって、交渉にかなり苦労していた。 交渉する人たちがこのチームにいるので苦労していて、そこでなかなかそういったこと担保できないということで、あのマリオポに関しては物資を送り届けるだけですら何回かトライしてもうまくいかなかったとっいうのがありますので、これは国内議事案だけでなく他の団体も同様でした、ねで。あとそのザボリージャというのは、これは、まあ、う,ちうちの話なんですけど、僕は嫁からザボリージャには絶対行くなって言われてたんですけど、まあ ザボリージャににーその日にも言ってたんですけどザボリージャはやはり僕も日本にいた時に原発というイメージが強くてで原発をロシアに奪われたというイメージが強かったんですけど向こうの人になんとなくそれは直には聞きづらいんですよやはりそれが彼らの心の傷のトリガーになってしまうかもしれないので聞くとザボリージャは本当に取られたのかってその情報がまだ錯綜していったんです。 その向こうでいたときにザボリージャはまだウクライナで取られていないって言ってる人もいたんです。半分ぐらいいましたね。で、そこはどっちが真意なのか僕もわからなかったです。そこの本当の情報がちょうど伝わって、フェイクニュースがすごく多かったときなので、わからなかったんですけど、まあ、結果多分奪われていたんだとは思うんですけど、ザボリージャってザボリージャ州なので、下の方のなんですよね、確か原発は。で、ザボリージャの市があるところというのは上の方で、あのー、そこは あの普通に安全安全って言葉は適切じゃないんですけど皆さん生活をしてさっき言ったようにあの普通に散歩もしたりとか犬の散歩もしてますしお店もやってますしあの病院も開いてましただから現地の方がそこの原発に対しての受け止め方が正直僕も例えばウクライナってあの 手のぶりがあるじゃなないでですかなので日本人ってその辺って敏感なところだと思うんですけどあの福島のこともちろん皆さん知ってるんですよだから気持ちは一緒かなともだんだん振ってみるんですけどあまりウクライナのことは語らない雰囲気だったので僕もそれ以上は聞きづらかったんですけどザブリージャのことを聞いてもやはり取、えっと、られている人と取られていないという人の半々がいて情報がまだ全部なかったとっいうのが正直なところでその原発に関してはあまり 僕も実感することができなかったというのは正直なお答えではあります。すみません、ちゃんとした答えにはなっていないんですけど、あのどちらもロシア人も原発に関しても、どちらもあまり情報がなかったというのがお答えになるかなと思います。ボンマさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ボンマさんには、事前に記号をいただいていますここで紹介します。<laughs> <laughs> 前に進む、やる努力とお書きいただきました。あの一言お願いできますか。すみません、ちょっと申し訳ないんですけど、僕はこの常に医者になって大事に、医者になる前から大事だと思うんですけど、僕はこう前に進むということが大事にしたくて、どうしても医療の世界ってやらない努力、やらないための努力をする人がいっぱいいて、 そういうい僕からすると抵抗勢力と呼んでるんですけど、僕は、そういうやるために努力をして、初めて答えがあるんじゃないかなと僕は思っていて、それは同様に今回のこういったことも同様なので、僕はやる努力っていうのは常に大事にしていきたい、やるための努力っていうのは常に大事にしていきたいなと思って、これを書かせてもらいいまままししたたあありりりががととううごござざこれで会見終わりますありがとうございました。